ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパスです。26日の初めのピッツアーね、15時からの回見てまいりました。でネタバレをしないような形で紹介させていただきたいと思います。でこの動画上がってる段階で21日の21時から八面六臂ツアーの配信の方も始まっておりますので、ぜひそちらの方も見ていただきたいなというところで、内容的にはおそらく同じなのだろうなっていうのがあるので、まあそちら見ていただければっていうのもありますが、私の動画先に見ていただいている方もいらっしゃるかもしれないので、でその後で Hulu の配信見る方もいらっしゃると思いますので、今の段階ではまだネタバレをしないように話をさせていただきたいと思います。はい、まあそのネタバレはしないようにと言いつつも、多少内容について触れることにはなりますので、それもねちょっとまだっていう方は一度動画閉じていただいて、配信などを見ていただいたり、ご自身で情報を仕入れていただいてから見るのを、私の動画を見るのをお勧めいたします。では一回アイキャッチを入れますので、アイキャッチ後に内容に入ります。ではいきます、アイキャッチ。はい、というわけでね、内容を触れさせていただきたいなと思うんですけども、いやまずね、そうだ、こちら、わかりますでしょうか、フライヤーズニットキャップをね、グッズで買いました。ちょっとね、行くのがやっぱりちょっとギリギリの時間になっちゃってて、グッズの方も売り切れが多かったんですが、まあ、こちらはね、買うことができまして、それから、ちょっとガサガサ言います。BMSG の T シャツ、L サイズも買いました。で、実はね、多分、その会場で、この BMSG T シャツの L サイズ、私が最後だったっぽくて、なぜかというと、私が買ってる時に、お会計する段階というか、まだお会計してない時に、後ろの方で販売所の方が、BMSG シャツの L サイズ売り切れですっていう風に、M サイズ、L サイズ売り切れですって言ってて、あ、じゃあこれで最後だったのかって思って、もしかしてその後買いに来た方もいらっしゃったかもしれないが、申し訳ないなと思いつつも、でも大事に使おうかと思ってます。夏場はこれを着て、動画も撮ろうと思ってますし、ライブとかも夏にあればこれ着ていきたいなって思うしね。はい、そんなこと思ってます。はい、今配信でもね、今は受注生産で買いますんで、あとこのフライヤーズのニットキャップね、もう急遽フライヤーズになりましたよね。ベスティーですがフライヤーズになりました。でね、フライヤーズになりました、急遽って言いましたが、ね、まずスカイハイさんのライブ見たの初めてでしたが、あ、フライヤーズになるしかねえなと、もうベスティー兼任フライヤーズになるしかないなと思いましたよね。うん、正直なところ。うん、めちゃくちゃすごかったっすわ。BE:FIRSTもね、生で見て、それはもうすごいの知ってますけど、やっぱスカイハイさんはすごいです。本当に。さすがだなと思いました。なんだろうな。内容を言わないようにするのが結構難しいんだけども。演出がね、いろいろ凝ってて、映像とかもすごい凝ってて、私実はね、2階席の一番壁側のところだったんですよ。で、LINE キューブ渋谷もね、ホールですが、まあまあ、席から離れてるんですが、まあ見やすかったんでね、ピアアリーナで見た時よりもだいぶ近く見えました。双眼鏡はね、ちょっと持っていかなかったんですが、まあ持っていったとして、多分、見てる日はなかったかなと、個人的には思ってます。どっちかっていうと、まあ顔をちょっと見るぐらいは確認したいけど、どっちかっていうとね、音楽を感じたいんでね、そういうのがありますよ。で、スカイハイさんの、まあライブの前にね、そうだな。まあこれは大丈夫か。もともと言ってある話だから。レイちゃんと、翔太くん、相座翔太くんね、ライブが前座というかオープニングアクトでありまして、いやー、れいちゃんと翔太くん、やっぱね、ソロで出てきたわけだけど、まずれいちゃんね、あれね、まあ彼はグループでもソロでもやりたいって言ってますけど、彼ね、ソロでやっても全然いけますわ。あれはすごい説得力があったっていうか、何歌ったかも一応今言わないでおこうかな。そう。でもね、そうだな。曲、まあいいか。2曲歌ってました。非常にね、雰囲気があって、配信でどのくらい伝わるかな。彼が一人でマイク前に立ってる感じの、なんだろうな。あれ新人だっけみたいな。その感じ。まあ、表現力だったりとか、そのステージの使い方とかは、多分これからどんどんいろいろと進化していくと思うんですけど、まあなんか彼がね、ステージが似合うというか、でやっぱね、彼のね、英語とかいろんな言葉使えるっていうのは強いっすね。いや、非常にいいですよ。で、歌った曲も、もう言わないけど、まあ彼が目指すべき方向性の歌2曲だなって思いましたよ。いや、非常に良かったっす。で、
アイルザ・翔太くんですね。いや、これがね、またいいんだわ。翔太くんね。なんだろうな、あのね、ちょっとディナーショーっぽい感じっていうか、あの彼が歌ってるところに、あの、まあ、今はちょっと感染症下だから難しいけども、お酒飲みながらテーブル席でゆっくり聞きたいなっていう風に、ちょっと思っちゃったりとか、いやー、なんだろうな、まあ、あの空間が本当におしゃれな空間になりましたね。そう、あの、レイちゃんから感じるエネルギッシュな感じと、翔太くんから感じるあのおしゃれで、あの非常にスタイリッシュな感じ、あれは本当にもう武器ですね。もうさすがですよ、思いました。で、まあ、やっぱりその2人もさすがなんですけども、やっぱスカイハイさん出てくるとね、もうこれはもうやばいですね。あのね、あ、そうだ、私あのね、まあこの間のザ・ファーストファイナルは、あのもともとこの B フリームーブオン T シャツ持ってったんですけども、まあ、この間は結局グッズのところでタオルを買えたんで、それを使ってまして、で多分前の配信でも言ったかもしれませんが、もう号泣してやばかったんですけど、まあ、私、まあ、今回もね、もうこのタオルをこう肩にかけてたんですけど、ムーブオンと B フリーのね、だいぶ目こうなってましたね。もうこっちもこっちも目から汗かいてしょうがなかった。暑かったからね、嘘です、涙を流しました。なんかタイミングで泣くんだよな。うん、いやー、まあだからね、いや、なんだろうな、スカイハイさんのそのいろんな演出とかいろいろあって、それもすごいんだけど、で本当にライブ凝ってるなって思って、それもあるんだけど、何が一番すごいっていうのは、まあ、スカイハイさんの歌声と、あとね、彼が発する言葉ですよ。あのどんな凝った演出をやったとしても、スカイハイさんから出る生の言葉以上にあのすごいものはないなと。あれだから、もう言葉がね、なんだろう、魂に、心に刺さる言葉ってあるじゃないですか。あのいろんなところでだいたい1段階ぐらい刺さる感じなんですよ、そういう普通の心に刺さる言葉っていうのはね。スカイハイさんの言葉はまず心に刺さるでしょ、でさらにその後ろにグッて刺さるでしょ、でさらにその後ろにグッてくる、うん、なんかね、3段階ぐらいね、奥底の方にね、魂の奥の奥まで刺さるっていうか、こうガッてこうなんか掴まれる感じですよね。いや、それをね、目の当たりにしました。あれはもう本当にフライヤーズの皆さん熱狂するわ。うん、いや、あの、で、そう、フライヤーズさんの話をしたんで、マナーの良さ、むちゃくちゃすごいっす、あれ。統率が取れてるっていうと言い方変かもしんないけど、あのね、あれはマジやばいっすね。うん。あれほんとベスティもね、あの感じ目指すべき、思いました。あのね、なんだろう。正直なところ、まあネタバレはしないようにするけども、あのライブで聴くの初めての曲とか、なんだったら、そうそう、あのまあ、八面六臂ツアーで、まあ要するに八面六臂のアルバムに入ってる曲っていうのは、まあ熟練のフライヤーズさんでも、まあ例えばその、なんだろうな、マスナッチアウェイだったりとか、あのそういう昔からある曲では、ね、その乗り方はもちろんわかりますよね。で、八面六臂の曲っていうのは、やっぱ乗り方ってわかんないはずなんだけど、みんなだから、すごい、もう、なんだろうな、すぐ反応するし、多分あれスカイハイさんが思ってる乗ってほしいところでこうするしこうするしこうするし、うん、いや、それをだから、あの統率取れてるんですよね。で、周りがだから、例えばこうしたら、周りそんなにフライヤーさん見てないはずなんだけど、みんな同じ動きになってくるんですよ。どんどん連発していくの、うん、伝達していくのよね。あれだからね、フライヤーズもすごい、うん、あれはすごい、うん。いや、だってね、フライヤーズさんいなかったら、やっぱり、ね、ザ・ファーストも成功してないっすよ。正直なところ、だって、ね、やっぱり、スカイハイっていう存在を、あの、知るためにというか、フライヤーズさんたちの存在があって、で、正直なところ、フライヤーズさんたちも、おそらく彼ら、彼女らのスカイハイが、まあ、いわゆる B ファーストとか、ベスティの方に、ベクトルが取られていってるっていう風に思われてもしょうがないとは思うんすよ。でも、あのライブ見たら、あ、これはだから、あのスカイハイはやっぱりフライヤーズのためのスカイハイだなって思いました。あのさっきスナッチアウェイの話をしたから、そうか、スナッチアウェイ、まあ、スナッチアウェイは歌いました。はい、それはまあちょっと言っちゃいましたがね、うん、まあ、一応最初にもお断りしておいたんで、ね、スナッチアウェイという曲ね、あのまあ皆さんスナッチアウェイ、まあ、どんな曲か、あのご存知だと思うんですけども、あ、存じ上げなかったら、あのね、YouTube とかで動画上がってますんで、Spotify とかで聞いてもらってね。うん。
おーイエーかかってこい、逃げも隠れもしないでボーイのやつですね、うん、あれ、あの実はそのなんていうか私の中ではあれ、いわゆる、BMSG の、会社の社歌というか、あの BE:FIRST みんなまとめた上で、あの BMSG のチームっていうのが最強チームだと、こんなイケてるチームなんざ他にないでおなじみでね、ね、だからそういう感じで、まあ、あの、ザ・ファースト・ファイナルではね、あの、スナッチ・アウェイね、あの、エリー君とね、俊介君がね、スカイハイさんと一緒に歌ってたスナッチ・アウェイですけども、あれって、だから、私の中では BMSG の社歌というか、まあ、ザ・ファーストのみんなが最強チームみたいなノリで思ってたんですけど、あれって違うんですね。あれは、こんなイケてるチームなんざ他にないっていうのは、あれは本来フライヤーズのためのもんなんですねっていうふうに思いました。そう、だからそういうのもありました。うん、まあ、私にとっては、なんだろうな、ずっとそういう感じで、まあ、ザ・ファーストのチーム、BMSG チームの感じでいたけど、あれは、BMSG もそうだけど、やっぱフライヤーズあってのものなんだなっていうふうに思ってね、そう、スナッチアウェイの弾き方が今度変わったりとかして、だからね、そこでも泣いたんすよね。なんか、そう、やっぱり、スカイハイさんは、おそらくフライヤーズさんがずっと思ってるスカイハイさんなんだろうなっていうふうに思って、そう、私とか、もしかしたら見てる皆さんの大半は、ザ・ファーストの CEO、スカイハイだというイメージね、それが強いんだと思うんだけど、でも、そう、彼がだからやはり、すごい彼自身の言葉で語っていて、まあ、あそこには、まあ、つまりそうだな、あそこには、そうだ、彼の本来のアーティストのスカイハイがいました。そう。そう、ちょっと言えないこともあるから、まだね。うん、だから、もうかっこよかったり、可愛かったり、クレイジーだったりね、する彼がいましたね。うん。あれが、フライヤーズさんがずっと見ていたスカイハイさんなんだなっていうのを感じまして、そう、非常に熱狂しましたよ。あれはだから本当にね、うん。もう冒頭でも言った気もするけどね、私もベスティ兼任フライヤーズになるしかないなと思っちゃいましたね。いやー、もうマジやばいっす、あれは。うん。配信でどのぐらい伝わってんのかな、まあ、配信を見た後で伝えたいこともあります。多分ね、私が言っちゃうと、初見で見た方が絶対にいい話を私の言葉で言うわけにはいかないので、言えないこともあるんですけども、また言える時間になったらまた言いたいこともたくさんあるな。まあ、レイちゃんとかもすでにツイッターとかの方でもね、その感想を述べていたりとか、ダンサーの方もいらっしゃるんで、ね、その彼らとかの反応もあったりとか、そういうのもあるんだけども、そう。まあ、非常にね、良かったですよ。ライブのステージングもそうだし、うん。で、そうだな、言っちゃいけないこともあるから、そうだな。じゃあ、これも言っときますが、で、やはりね、BE:FIRST も、まあ、ある意味、スカイハイさんっていうのは、リスペクトするね、社長であり、アーティスト仲間でもあるっていうところはあるけど、実際のところ、BE:FIRST も、すぐそばに、あんなにでかい存在がいると。そう、結局、やはりね、BE:FIRST も、やはりまだまだ新人ですから、それぞれの能力値みんな高いけど、正直な感想を言います。やはりまだ BE:FIRST はスカイハイさんにはかないません。うん、それは正直に思いました。ある意味だから、あのでっかい存在を、で、スカイハイさん本人も全然停滞する気なんか全くなくて、もう、まあね、いわゆるストレイキッズのスリラチャとのね、コラボ曲でも、ほら先行くから見てな、ボーイっていうのもありますけど、もう、なんだったら BE:FIRST メンバーと同じかそれ以上に常に努力して進化している存在があって、そこに追いつくっていうのは本当に大変だなっていう気がします。でもそれでも BE:FIRST は、彼に追いついていかなきゃいけないし、スカイハイさんもザ・ファーストの中で、君たちが、最前線を突っ走ってくれるのが最低条件って言ってたから、でも現状やっぱ突っ走ってるっていうのがスカイハイさんなのかもしれなくて、やっぱりそれに追いついていくっていう、で、追い抜いていかなきゃいけないっていうのは、BE:FIRST は本当に大変だと思うし、これはだからいろんなチャートで1位を取ったりとか、いろんなそのでかい音楽番組やフェスに出てライブを成功させるとか、そういったことよりも難しい課題、ザ・ファーストの中であったどんな課題よりも本当に難しい課題だなっていう気がいたしました。でもそれをやはり目指していかなきゃいけないし、でもそれをやはりやってくれるのをスカイハイさんも期待していると思います。はい、本当にでかい背中だなっていう風にね、BE:FIRST のみんなも思ってるだろうし、まあ、BE:FIRST のみんなだけじゃなくて、まあ、翔太くんもそうだし、まあ、エディくんもそうだし、ノーベルコア君もそうですね。うん。で、もちろんトレーニングのみんなもそうだし、まあ、ザ・ファーストに関連した、関わったみんなそうですね。だと思います。うん。そして、心の底から楽しそうでした、スカイハイ社長が。もう、ハードワークで本当にきついんだろうなっていう気もするんだけど、
あの彼がその音楽をやることが自分にとってはあのストレス解消になっているとかそういう話をしていたけど、でも私なんかみたいな一般人からすると、いや言ってもでも仕事だからなとか思ったりして、あのさすがにそれはあのリップサービスじゃなくて音楽やってても仕事だしそれでリラックスなんかできるのって思ったけど、彼の場合は本当にあれでリラックスしてますね、うん、あれが本当にストレス解消になってるなって気がしますね、うん、だから彼の場合は、まあ、本当に忙しいんだけど音楽をあのやっている限りはきっと突っ走っていけるんだろうなっていう、そもそものね、なんだろうな、まあ、モンスターっていうね、まあ、言い方もしますけど、彼自身が私たちとはそもそもの魂の構造が違うんじゃねえかなって思ったりもするし、そういうところに惹かれるのかもしれないですね。そこに痺れる憧れるっていうね、今のはあのちょっとジョジョの奇妙な冒険の一部の話だけどね。いや話したいこといっぱいあるんだよな、話したいこといっぱいあるんですけどね、ちょっとあのまだ皆さん見てないかもしんないから話せないのよ、話せないのよ本当に、うん、時間経ったら話します。まあ大体皆さんが配信見終わった時とか、まあちょっと時間経ってから話したいこともあるよね、うん、いや本当にね、うん、いっぱいあるのよ、いっぱいあるんすよね、うん、はい、そんなわけで、ね、あのちょっと長く語りすぎると何かの拍子でなんか言っちゃいそうなんで、あのやっぱこの辺でっていうことにさせていただきます。まああの大体私のさっきからテンションが自分でも変だなって思ってるけど、あのすごい良かったっていうのは伝わったかなってちょっと思いますね、うん、はい、まあせっかくこのフライヤーズニットも買いましたし、私ももうねすでにもうフライヤーズみたいなもんなんで、ベスティー兼フライヤーズですから、またあの動画とかでちょいちょいね、特にあのね BMSG 箱押ししてるとスカイハイさんの話をメインで語る場合も多くなってくるから、その時はこれを被ったりする感じにして今後の動画も撮っていこうと思ってますね。まあそうじゃない場合もね、あのこれ普通に結構ファッションとして使いやすそうなんで、これで合わせて動画撮ったりもしますし、そういう感じにしようと思っております。はいはい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランタンパースでした。あ果てしない空